どこかの海辺にある古びた喫茶店。そこには女神様がいるらしい。いらっしゃいませ。カフェテラスファミリアへようこそ。3年ぶりか。クソババ。やっとくたばったのかよ。何なんだお前らは。うちに上がり込んで何してる。こんな薄情な孫じゃおばあちゃんも浮かばれないわね。夜のジョギングで親睦を深めよ。一応他人の家なんですから。男なんてエロいことしか考えてない猿なのよ。バンドの曲作るときにここ使わせてもらってる。今さら帳簿なんて見て何しようっていうの。俺がやるんだよ。ばあさんに代わってあの店を。ちょっと待って、じゃあ私たちと一緒に住むってこと？いや、そもそもここ俺ん家だしね。嫌なら出て行ってくれ。独裁者！当然だろ、主なんだから。